方いらっしゃいますか？手を挙げて教えてください。あ、たくさんいらっしゃいますね。義務から来たよって方いらっしゃいますか？あの方もたくさんいらっしゃいますね。一部から見られてる方も二部から来た方もどなた様も楽しんでいてくださいませ。それでは早速1部目ご紹介いたします。よさこいチーム、シャーキさんです。私たちは大東市を拠点に活動しております、よさこいチーム、シャーキです。本日は約4年間温めていた新曲夢花道を初披露させていただきます。この大東よさこい祭りで1年のスタートが切れることを嬉しく思いながら皆様と一緒に楽しませていただきますので、ご声援のほどよろしくお願いいたしますとのことです。それでは登場していただきましょう。よさこいチーム、シャーキさんです。大きな拍手でお迎えください。はい、皆様こんにちは。改めましてよさこいチーム、シャーキです。今ご紹介いただいた通り、私たちはここが地元、大東市で、活動しておりますよさこいチームです。一部もトップバッターで踊らせていただきましたが、二部もトップバッターで、盛り上げていけたらなと思っております。ショーキといえばですね、知っていただいている方もいらっしゃるかと思いますが、センスで一緒によいさよいさっていうフレーズ入ってきます曲に、そこで一緒にセンス振っていただいて、どんな形でも、手で一緒にやっていただいてもいいので、一緒に盛り上げていただいて一緒に演舞を作っていただけたら、すごく嬉しいなと思っております。私たち、この曲が新曲、新衣装が今日初披露となっております。衣装に、実はここ10周年で、黒いところね、見える方書いてるんですけども、まあコロナ禍の前に2020年にこの曲は、お披露目しようと思っていて作っていた衣装もできていました。それから、なかなかコロナ禍で活動することができず、10周年と一緒に入ってるんですが、もう14年目に入ってしまいました。ここで14年目のチームになってしまったんですけども、4年間ねブランクがあるので、その分温かい目で皆さん一緒に、見ていただいて盛り上げていただけたらなと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。センス変わってまして、2部からお越しの方と1部からお越しの方おられますと思います。1部を見ていただいた方はよいさよいさどうぞ。ああ、もう持っていただいている方がいっぱい。ショーキのよいさよいさご参加いただける方はおせんせんですね。センス変わらせていただきました。では夢叶えど、ごめんなさいね、これ新年一発まで怒られるんです。僕家帰ったらもうめっちゃ怒られるんですよ。これやったらもうお決まりのようにごめんなさいって家で謝りやっとごめんなさい。再度では夢叶えど尽きぬ思い、残す花道一つと決めて、思うは悔いなし感謝のみ、ラスト賞金笑うて笑うてうつつ抜かしてまいりましょう。さあさあ皆様、しばしのひとときお手を拝借よ。夢花道
よさこいチーム勝利でした。ありがとうございます。